姿の彩り祭も最終段階に入るんだったよな。今日は行く秋のサイン即売会もあるし、アルベドの黒主もついに公開されるみたいだぞ。会場に行ってみようぜ。みんなにも会えるかもしれないしな。やあ旅人にパイモン。なあアルベド、最後の黒主の肖像がなんで布で隠されてるんだ？おいらお前の描いた黒主がどんなのか見たかったのに。慌てることはない。少ししたら肖像画の除幕式が行われるからね。その時に見られるよ。この肖像画は僕の自信作なんだ。これを完成させるため特別にある人を訪ねて貴重なアドバイスをもらったそうかい。除幕式までにはまだ時間があるから会場を回ってみるといい。E bom, pessoal, nessa parte a gente está completando a missão para encerrar aqui o evento, certo? Então vamos conversando com o pessoal agora. Wappa-tachi, tanoshinde oru ka? Nande omae-tachi futari ga issho ni irun da yo? Sore ni, nande ima no ima made hanashi o shite ta no ni, oira-tachi ga chikazuita totan ni yamerun da?なーに、ナンジラの気のせいじゃよ。僕たちはお酒のおつまみについて話していたんだ。君たちだってそんなの興味ないでしょ？うむ、おつまみといえば油揚げがいいと思うのじゃがの。もういいよ。たとえこの二人が何か企んでいたとしても、オイラたちには絶対教えてくれないんだろうぜ。旅人パイモン来たんだね。ああ、君たちのおかげでとても順調に進んで、読者たちも大いに満足してくれたよ。ゆくあき、オイラの気のせいかもだけど、なんかお前ずっと周りを気にしてないか？気のせいではないさ。恥ずかしながらリウエから来た客がいないかと警戒しているんだ。僕はあくまでも商品の投資価値を見極めるという名目で稲妻へ来ている。もしも僕を知る者に見られたら、父上にも隠し通せないかもしれない。幸い今日は小説を買いに来てくれるたくさんの読者が列を作っているから、一般の観光客はほとんど寄ってこないんだけどね。そうだ、実は阿局も僕がここへ来た本当の目的を知らないんだ。もし彼に会ったら僕のために内緒にしておいてくれ。ありがとう。すまないが、まだ読者が待っているから今はあまりゆっくり話していられないんだ。後で黒主の肖像画の除幕式が始まったらまた会おう。旅人さん、パイモンさん、ごきげんよう。あ、アユト、やっとお前に会えたぜ。すごく忙しいみたいだな。やるべきことが多く、なかなか抜け出せませんでした。幸い姿の彩り祭は順調で、こたびの三奉行での協力体制もうまくいきました。これでやっと少し休めそうです。私とお兄様からお二人にお礼を申し上げます。ふん、トーマ遅いな。はい、せっかくお兄様の時間があるようですので、今日は本を買いに連れて行ってもらう約束をしたのです。しかしお兄様がお財布を家に忘れてしまったので、今トーマに取りに行ってもらっているところで。
アヤトにもおっちょこちょいなところがあるんだな。お兄様は日頃からお勤めが忙しいので公務を離れられるのはめったにないことなんです。それゆえたまに見られるそそっかしいお兄様の姿は私とトーマからしたら貴重なのですよ。カズハ、なんでこんなところにいるんだ？会場に行かないのか？海風に当たっているのでござるよ。会場の賑やかな雰囲気は性に合わぬ。やはりまだ拙者を心配していたのでござるか。かたじけない。しかし案ずるでない。以前皆の前で言った言葉は決してその場しのぎのものではないのだ。ふむ。例えば目の前にあるこの見慣れた港口もかつては船が停泊するようになるなどと考えもしなかったでござろう。昔ここにあったのは招かざる客を警戒する勘定奉行の役人のみ。しかしそれが今こんなにも賑やかになっているではないか。他の国から稲妻へ来る者がいるだけでなく渡辺島との交流も増えてきている。そうだな、今の稲妻はもう昔とは全然違うよな。拙者が思うにもしかすると拙者たち人間もこの国と同じなのかもしれぬ。費やす時間は違えどその身に負った重荷を下ろせる時がいつか必ず来る。それを本当に下ろした時風と共に前へ行けるのであろう。肖像画の除幕式の時間みたいだ。五花船広場に行ってみようぜ。皆さん、ようこそ豪華姿の彩り祭へ。姿の彩り祭は無事本日最終段階を迎えることができました。ただいまより門戸からお招きした画家白亜先生による五花船最後の肖像画黒主を公開いたします。緊張するな。何を描いたんだろう。それではご一緒に3、2、1。これは一体どうして背景しかないのでしょう。白亜先生に限って書き忘れはありえないでしょうし、この絵の創作理念について先生ご自身にお聞きしてみましょう。この度は五花船の肖像画を描かせていただくことになり、とても嬉しく思う。五花船は古くから稲妻に伝わる伝説の人物。かつては鹿で名を轟かせ、そしてやがて彼ら自身も作品に描かれ、数々の物語の主人公となった。現存する資料を見ていくうちに、これらの物語において黒主の身分は非常に多種多様なものであることが分かった。それだけでなく、個人の小説がないにもかかわらず、彼はまるで五花船物語の裏の主人公のような存在。こうは考えられないだろうか。黒主に対する考えは一人一人のクリエイターによって異なるものだと。だから僕も黒主の想像をこの場のみんなに任せたいと思う。姿の彩り祭は一人一人が創作を通して心の中にあるものを表現する場なのだからね。さすがアルベド、ああやって説明することですぐにみんなを納得させたな。ひひ、これでオイラたちの姿の彩り祭での冒険も円満に終わったな。ん？まだ
何か忘れてるか？あ、そういえば五花仙物語を残した人オイラたちまだ探し出せてないぞ。本当か？早くオイラに聞かせてくれ。うんうん、そうだよな。じゃないと毎回うまい具合に紙を渡したりできないもんな。そうだな、物語は行く秋のことについてだったけど、本当の目的はオイラたちがカズハの家の秘密を解き明かすための誘導だった。あ、わかったぞ。物語を残したのはきっとあいつだ。よし、早速真相を解明しに行こうぜ。Bom, isso aqui tem um dedo da Yae Miko, com certeza. Porém, como tem dois clãs envolvidos, possivelmente seja o do clã Kamisato ali que vai encerrar, o Ayato, tá? Mas eu vou conversar com todo mundo porque é interessante mostrar pra vocês os diálogos aí, então vamos lá. Jitsuwa, monogatari o nokoshite kureta mono ni wa, totemo kansha shite iru no de gozaru yo.おかげでこたびの旅では真相を知ることができた。それにお主らと共に答えを見つけられたことを非常に嬉しく思う。五花仙物語を残したもの言っておくが小さいのわらわではないか。え、こういうことが好きなやつって言えば絶対にミコだと思った。じゃがわらわまでたどり着いたということは真実までもう少しということじゃの。わらわでないならばもうあやつしかおらぬじゃろ。五花仙物語を残したお方がこのような方法を選んだのはやはり楓原さんのことを考えたでしょう。何せ真相を直接伝える方がはるかに容易ですから。五花仙物語を残した人ね。確かに僕はその人の正体を知ってるよ。でも事の事情は君たちが思っているよりも複雑なものだよ。実を言うと黒主の肖像画を描く前に五花仙物語を残した人を訪ねていろいろと確認したんだ。やはり今あるこの肖像画の描き方が一番合っていると思う。何しろこの世には大衆の目に触れないところに埋めておいた方がいいこともあるからね。アヤト、五花仙物語を残したのってやっぱりお前だったのか。ひどいぞ、みんな知ってる仲なのにオイラたちをいじくり回すなんて。実は本日ここへ来たのはあなた方に事の次第を説明するためだったのです。はっ、どう説明するか聞いてやろうじゃないか。まず事の発端はとある偶然でした。ある日の夜、八重様が行明さんと編集さんが本を運んでいるのを見かけたのです。面白いと思われた八重様は彼らをからかうように持ちかけてきました。え、きっかけは巫女だったのか。確かに巫女がやりそうなことだ。ええ、ですがその後五花仙物語を通して情報を与えあなた方が楓原家の秘密を探るようにと誘導したのは確かに私です。そのような方法を取ったのはやむを得ないことだったのです。以前あることをきっかけにして楓原義則が残した盆栽の中に
白紙の紙切れが隠されているのを発見しました。それがただの紙切れでないことは分かっていましたが、紙の秘密を解き明かすのには時間がかかりました。そう、水に濡れた時のみ現れる墨汁です。楓原義則が手紙に残したことは、上里家や楓原家の末裔たち、そして何よりも楓原和葉にとってとても重要なものでした。楓原一族はかつて上里家の配下にあったのに、私の先祖は当時彼らを守ることができなかった。故に私にも彼を気にかける義務があります。彼には真相を知る権利がありますが、しかし秘密に触れることは危険と隣り合わせでもある。私は彼に真相を知る意思と能力があるかどうか見極める必要があったのです。もちろん私の知った真相を言葉で彼に伝えることもできました。ですがもし彼に知る意思がなかった場合、真実は彼の負担になったことでしょう。それに相応の能力がなければ真実は見つけられない。もしその程度なのであれば、危険からは遠のいていた方が彼の身のためです。楓原義則もこれを考慮してこのような方法で情報を残したのでしょう。しばらくの間、私はこのことをどう伝えるべきか悩んでおりました。陳州集権録が密かに運ばれていったあの夜まで。なるほど。あ、そうだぞ、カズハだけじゃなくてオイラたちまでお前の計画に引きずり込まれたじゃないか。やはりあなたの目はごまかせませんね。私はこの一件があなた方にとっても価値のあるものであると判断したのです。そしてそれ以上に、カズハと綾香が真相を見つけた時、彼らのそばに信頼できる友がいてほしかったのです。それらの友は冷静な判断ができるよう守ってくれる人々であり、困難に遭遇した時に手を差し伸べてくれる存在でもある。それに将来あなた方も同じ敵に直面するかもしれませんので。もう心の中に答えがあるのではないですか。それにこの答えはあの黒主の肖像画に隠されていますよ。肖像画の近くに人がいなくなったらご自分の目で見てきてください。真実を明らかにする方法についてはもう幾度も使っているのでお分かりでしょう。Bom, pessoal, a gente agora precisa aí passar um tempo, né, pra descobrir toda a verdade, que possivelmente seja o samurai lá dos Fatui. Quase certeza. もう夜遅いし、周りに誰もいなくなったな。アヤトが言った何度も使った方法って水をかけることだよな。こいつが当時の黒幕だったのか。肖像画の近くに人がいなくなったらご自分の目で見てきてください。真実を明らかにする方法についてはもう幾度も使っているのでお分かりでしょう。最後にもう一つ話しておきたいことがございます。先ほどあることがきっかけで盆栽に気づいたと話しましたね。その詳細を
あなた方にも話しておきましょう。あれは将軍様が鎖国令を撤回したばかりの頃のこと。天領奉行で何かの事件が起きたというのが耳に入りました。証拠品や盗品が保管されていた倉庫に泥棒が入った形跡を見つけたのです。けれど何も消えてはいなかった。私はこれを普通の事件だとは思えず、天領奉行の九条をさらにこう伝えました。当分の間は何もなかったかのように振る舞い、倉庫の警備を強化したり場所を変えたりしないでほしいと。そして私は週末版に倉庫を見張らせました。するとやはり何者かが倉庫に忍び込み、楓原家のものを物色している姿を見つけたのです。まさかそいつもあれを探して。そのものを少し泳がせましたが、結局何も見つけられなかったようで、船で稲妻を出て行きました。なんで捕まえなかったんだ？秘密を守る一番いい方法は、秘密がないふりをすることだと思いませんか？それにその者の正体も決して推測が難しいというわけではありません。その者が稲妻を離れた後に、私も本格的に楓原家の物品を調査しました。そしてあの盆栽の中にあれらの紙切れを見つけたのです。すぐにこれらの紙こそが侵入者が探していた秘密だと確信しました。まあ、あのものも秘密が本当にあるかどうかは確信がなかったと思いますが。さて、最後の質問です。楓原義則が書き記した経験の中で、どの部分が正真正銘守られるべき秘密だと思いますか？この問題に関しては私もまだ答えが出せていません。これは宿題として未来のあなたに託しましょう。今は姿の彩り祭をゆっくり楽しんでください。 Por esse motivo eu gosto de gravar as histórias aqui dos eventos, tá? E deixar no canal, porque assim já deu pra reparar que isso daqui tem muita relação e basicamente são dicas sutis nesses eventos que nos mostram o que está por vir ainda em Genshin Impact e o nosso inimigo também, né? Que iremos enfrentar, que com certeza vai ser o samurai aí. Tá explicado o motivo de nem o Suatui saber aonde ele está. Então, ele tem seus próprios planos. A gente tem outra missão pra fazer, isso daí eu coloco no próximo vídeo. Valeu, falou! E até a próxima!